というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで夜中でもがっつり食べてちょっと太りたいなというわけで買ってまいりました。それがこちら、ダゼーン、伝説のスタ丼屋さんの背脂スタ丼大爆発盛りの飯増しです。層がもう何層になってんのよっていうような、このボリュームですらすごいのに、ここにね黒ニンニク、そして背脂まで乗っかっちゃってるっていうことで、ジャンクなことこの上ないなぁなんて思ったりするんですけれども、いや相変わらずのねスタ丼屋さんクオリティ、このね丼を持ってるだけでも重たいっていう、このボリューム、いやたまりませんね。蓋を開けた瞬間にねニンニクのパンチの効いた香りが漂ってきて、これはもう我慢できませんよ。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね早速こちらお肉とご飯いただきましょう。いや、むちゃむちゃ味が濃い。下手したらもうタレの味しかしなくなるんじゃないかなっていうような、ギリギリのところでニンニクの風味、そしてお肉の脂身の感じがご飯と混ざり合って、これ本当に男子大学生にはたまんないだろうななんていう味わいで、これは本当に姫馬。いやー、こちら45歳のおじさんでもね美味しくいただける、このがっつり系のこのパンチの効いた味わい、いやこれたまりませんよ。これが癖になる味わいなんですね。いやちょっとニンニクのねザクザクとした食感なんかもあったりして、これ刻みニンニクもいい味出してくれちゃってますよ。はい、それではこちら卵を崩した部分いただきましょう。温泉卵が味をマイルドにしてくれて、中に敷いてある海苔との相性も抜群で、いや美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。背脂の中でもブロック状に切ってある背脂がゴロゴロ入ってて、その背脂の噛むと出てくる脂身のじわっと口の中に広がるジャンク感、それらが甘辛いタレと混ざり合って、もう口の中カオス状態になるんですけれども、まあその美味しさがたまらないといった感じで、濃いタレの味も加わってもご飯をかき込まざるを得ないみたいな感じで、無限ループで、これぞまさに背脂スパイラルといった感じでね、どんどん胃袋の中にご飯とお肉を投入していくというような、後半は半ば流れ作業といった感じでね、一瞬でペロリでございましたね。ニンニクのパンチも効いてて、いやとっても美味しかったと思います。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。というわけで本日は伝説のスタ丼屋さんの背脂黒スタ丼大爆発盛り飯増しをいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ